現役時代はメガネが特徴だった。MLB 史上初の苗字にハイフンを持った選手である。2000年11月19日にシアトルマリナーズと契約した。2004年のアテネオリンピックにの野球オーストラリア代表に選出された。オフの12月13日、ルール5ドラフトでミネソタツインズに指名され移籍。 2005年3月4日にツインズと1年契約に合意したが3月25日にロースターから外れたためルール5ドラフトの規約によりフルスマリナーズに復帰11月20日にマリナーズとメジャー契約を結んだ2006年開幕前の3月に開催された第1回 WBC のオーストラリア代表に選出された 2007年6月22日のセーフコフィールドで行われたシンシナティレーズ戦でメジャーデビュー。以降リリーフとして活躍し9月13日のタンパベイデビルレーズ戦で初勝利を飾った。2010年12月2日に FA となった。2010年12月9日にヒューストンアストロズと1年契約を結んだ。2011年3月30日に ディエフェとなり、4月1日に FA となった。4月4日にアストロズとマイナー契約で再契約した。2012年2月2日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。11月3日に FA となった。2013年に第3回 WBC のオーストラリア代表に選出され、2大会ぶり2度目の選出となった。 2月24日に京セラドーム大阪で行われた日本代表との走行試合で先発した。同じ2月24日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。11月5日に FA となった。2013年11月18日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2014年3月30日に ダイヤモンドバックスとメジャー契約を結んだ。開幕ロースター入りしたが、4月18日に、ディエフェとなった。4月21日に、トリプル A 級リノエーシズへ降格し、同日 FA となった。2014年4月25日に、トロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。6月11日に解雇された。2014年6月28日に新シ種シナティレッズと、 マイナー契約を結ぶ。8月2日にオプションを破棄され、FA となった。2015年1月29日に、台湾の野球リーグである、中華職業棒玉大連盟の議題、ライノズと契約を結んだ。しかし、5月27日に、エヴァン・マクレーンと共に解雇された。オフは、ドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー 2016年1月28日に第4回 WBC 予選のオーストラリア代表に選出された。同大会でオーストラリアは本戦出場を決めている。2017年2月9日に第4回 WBC 本戦のオーストラリア代表に選出された。出所の醜いフォームから140キロ台後半の速球とカーブを武器とする。ありがとうございます。